はい、続きましても近藤養魚場さんの紅白39センチ搭載で、こちらも残念ながらというか、申し訳ありません、追い星が少し見えたの で、 そういうことです、ね、はい、ちょっとオスとして出品させていただきます、お願いします。はい、本当に迷惑をかけております、本当にすいません。もう本当メスばっかに変えてですね、もうこういうの取りやめようかなと思ったんですけど、まあ、一応出しとかないと他で売ってしまったとかそういうふうに言われるといけないということで、あえてまあオスでも出させてもらっております。はい、まあ、100% のオスとは言えないですけど、まあ、そういうふうに踏まえて、まあ、オスだと思って、検討してくれればいいと思います。じゃあこの鯉ちょっと説明していきますけども、この鯉のいいところはですね、もう模様がユニーク、丸点で、まあ、白地が模様になっとるように見えるというのか、まあ、ユニークな模様なんで飼っていても飽きが来ないのかなという気がしております。またこの腹は特に、まあ、オスになったとしても骨格がいい鯉なんで、上手に飼ってもらえば肉もついてきますし、まあ、大きくなってくれるんで、まあ、飼う分には楽しめる鯉ではないのかなという気がしております。はい、際もいいので非常にキレがあって、ね、そうですね、刺しも一枚刺しで綺麗になってますし、はい、はい、それでは横の方もお願いします。はい、はい、やっぱりこの派手な模様がいいですね、目につきます ね、 まずは、はい、いかがでしょうか。本当に、まあ、白地もいい鯉なんでね、本当にメスとしてしたら飛びつく方がたくさんいらっしゃるそうですよね。そうですね、お客さんももしかして気に入っていた方がいるのかもしれませんが、そういう方もショックを受けてると思いますけど、僕も本当にショックを受けてるんでご了承ください。はい、申し訳ございません。ただオスとしても非常にこの模様質としてはね、いいものを持ってますので、はい、はい、楽しんで飼育していただけるんじゃないでしょうか。近藤養魚場さんの紅白搭載、サイズが39センチ、はい、親鯉ジャンボで、こちらはオスとして、見ていただければと思います。よろしくお願いします、はい、お願いします。